どうもこんにちは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けおめ、ペコさん明けおめ。明けましておめでとうございます、ケツケさん。ねえ、まだ正確には年は明けてないんですけどね。はい、うん、まあ、んすかそこ。いや、そこはまあしょうがないんですけども、はい、まあ、ちょっと明けおめ動画をね、本当は3人で撮りたかったんですよ、シャックさんとペコさんと、はい、そうですね、うん、ただちょっとシャックさんね、最近ちょっとなんか返信が遅いっていうか、うん、お忙しいですからね。そう、だから、なんていうのかな、この仮にもなんか自称一番でしょ、名乗ってるくせに、はい、なんかその態度、あ、はい、あ、もう中継編おこですよと。あらららららら、もう2016年ね、始まってちょっと初っ端の動画でこんなこと言うのもあれなんですけども、はい、ちょっとおこですよと、うん、この場を借りてね、早く返事返せと、うん、ちょっと言っておきます。まあ彼ツイッター全然やってないのでね、見てないと思うんですけど、はい、うん、ちょっといかがなものなんかなと思うんですけど、公開処刑ですねこれは。もういや、まあでもね、公開処刑っていうのをして、はい、シャックっていう名前をその2万人も、はい、2万人もいる実況のチャンネルの中でシャックっていう言葉をやっぱり言ってあげてる、このまあその師匠の優しさみたいなのが、あ、溢れ出てますわ、溢れ出てます、はい、はい、いやでも素晴らしいオープニングですねこれ。いや、これはあのペコさんが作っていただいた、あの夏休みにね、俺が24時間、まあ24時間やってないんですけど、はい、まあ、キャスの生放送の、はい、まあペコ枠のなんかあれですよね。そうですね、うん、いやこれいいですね、はい、いや本当はね迷ったんですよ、どれにしようかなと思って、はい、で私いろいろね、あのこの日のためにね、オープニングを、まあこの日のために作ってきたっていうのはおこがましいんですけど、いろいろあってですね、はい、ちょっとなんか聞いていただいてもいいですか。え、持ってきたんですか。あ、もう作ってます。あるんですか。うん、初耳です、それはちょっと、うん、はい、いきますよ。はい、我が力の、あ、間違えた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 違う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 、これ違うやつだ、これだって、これちょっとツイッターに上げた動画のやつだこれあ、せっかくだからちょっとこれ聞いてもらう。はい、ツイッターやってない人いるから、はいね、うん、我が力が欲しいか、いけばやな、飲めよ、我が力が欲しいか、明日から学校や仕事、嫌な月曜日ぜ、まったく、だがしかし俺たちは行くのだ、さあ行くぞ戦え、我らは白金の剣士よ、かっこ俺はもうダメだ、耐えきれぬこんな生活、あとは任せたぞお前ら、チキシャン、ゴー。いや、まあこんなこともありのねまあこんなこともありの、はい、まあまあツイッターでいろんな動画もね上げましたから、私上げてましたね、うん、ツイッター専用で上げてました、ね、そうただちょっと私が、あ、ちょっと待って、ハウリングしてるよピョコさん。はいはいはい、すいません、うん、はい、あ、ちょっとこの日のために考えたそのオリジナルありますから、はい、ちょっと聞いていただければいいかなと思って、はーい、ちょっとこのオープニングを、ちょ緊張すんなー、ちょっと、いやー、この場で初お披露目やから、うん、ちょっと俺の黒歴史になるかもわからん、もしかしたら。マジっすか。うん、ちょっと恥ずかしいねんけどね。はい、うん、じゃあ聞いてくれる。はい、聞きます。まあ2016年一発目やから、はい、さて、待って何何、ちょ、もう静かにしてよ。ダメ何、ちょ待って静かにして、オープニング中やから、これダメだよ、オープニング中やから静かにして、せっかく一生懸命考えてきたんやから、はい、いや最後まで聞いてや、何だ、いやいや、ちょっと、あー、これダメなやつだと思いますよ。え、ほんまにこれは、いや俺も緊張して、はい、うん、いやこれ黒歴史なるかな思ってなこんなねこのなんか実況のオープニングがなんか知らんけど、はい、なんか頑張ってるベクトルが違うっていうのがわからんけどなこういうのは黒歴史確定やねんけど、まあ俺もちょっと恥ずかしいやけどねいや俺が一番恥ずかしいっすよえ、なんでなんで、俺が作ったんだよ。あー、そうですよね、うん、そうそうそう、はい、うん、ちょっと恥ずかしいねんけど、これを流すことによって、まあ、はい、年始めに流すことによってちょっともう過去のことは忘れて、そうですね、新しい日々を送っていこうよっていうことで、はい、ちょっとこれを流したいんですよ。
はい、うん、いいですか。あ、はい、はい、大丈夫です。うん、はい。ちょっと待ってください。なんだ。何？もうオープニングやで。始まらへんやんこんな。心の準備が。何がよ。いやこれ今心拍数半端ないっすから今。なんで？いやもうこれなんて言うんだから、このキラーフレーズ。いやうまいですねキラーフレーズ作るの。いや本当にうまいな。よしよし、オッケーっす。え、な、違うのがいいのじゃあ。え、ちょっと待ってくださいよ。いやもうこうオープニング違うのがいい。いや違うのもあるんですか。いやいやいや、もうだってこれもう何回も、はい、まあじゃあどっちにしようかな。右と左どっちがいい。右で。あ、オッケー。アンテロロみたいなのもありましたよね。いやー本当おめでたいですね今日は。おめでたいですよ。はい。いやー黒歴史ですよね本当に。本当に黒歴史だと思いますわ。いや2016年もこれでね頑張れます。あーね。はい。これでもう捨てましたからこの黒歴史は。もう終わりだから、はい。そうですね。そう。いやなんかすっきりしましたね。すっきりしたやろ。はい。うん。よかったです。まあでも良かったですよね、このツイッター上とかでね、こうやってなんて言うんですよ、1000人ちょっとがいじられて、2万人ちょっとの、うん、はい、正直言うてね、はい、俺のツイッターのフォロワーにでさえ、フォロワー数にでさえ、はい、かなってないんですよ。そうですね、うん。あ、でも今この何今撮ってるのが12月20日ですから、はい、この時には今1963人です、ペコさんのチャンネルが。そうですね。で、去年マイクラし始めたぐらいの時はどんぐらいでした？200人ちょっととかです、ね。いや、これはだいぶ増えたんじゃないですか。いやもう本当ありがとうございます、うん、皆さんのおかげです。ねえ、1700人増加ですよ。はい、うん、2万人が3万になるのと200人が1900人になるのは違うからね。違いますね。うん、検索にすら引っかからない中で、はい、これやから。はい、これは大したもんですよ。おかげさまで。今年はどうですか、どんぐらいまでいったらいいかななんて。いやー、うん、5桁行きたいですね。1万人いや、そういう気持ちを持ってやっていくという。なんで自信持ちや。なんでな。いや、別に俺何も引っかかってないよ。いや、目標は高い方がいいかなと思います。まあ、そうやね、うん、絶対にこの数字いくとは言いませんけど、うん、5桁を目指して頑張っていこうと、そやな思ってるわけです。そやな。じゃあペコさんは今年5桁になるように、まあ、実況を頑張っていくと。はい、頑張ります。去年はどうでしたか、去年1年の実況ライフは。まあいろいろ山あり谷ありでやってきましたけど、うんうんうん、まあなんか荒れましたもんね、ペコさんの動画が炎上したというか。そうです、炎上までは言ってないかもしれないですけど。まあそうですよね、炎上した言うて俺のなんか普通の動画とあんまり再生回、いやいやいいですわ。はいはいはい、なんでしょう。いやもうそこまで言ったらもうありますわ。なんでしょう。いやもうまあまあもうちょい炎上しましたけど。まあでもそんぐらいの再生回数が当たり前にいくようになりたいですね。せやね。はい。でももう2000人いくからね、ペコさんも今1963人やから、下手したら動画出てる頃にはもう2000人いってるかもわからん。いってるかもしれないですね。うん。いや行っててほしいな。いや行くでしょ。どうすかね、わかんないですよ。あ、いやー1963人はい、で俺が1959人。2万とやね、2万と1959人、はい、あ、ほとんどあんま変わらんと。下4桁の話やで、ね、うんうん、はい、
同レベですね。そうそう、まあ、どっちが先に2000人行くかやな。いや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 、うん、あこっちは2万頭やけど、ごめんね、うん、2万頭やけど、はい、うん、いや、いい感じで争ってるんじゃないですか。いや、ね、勢いの差がありますから。いやでもペコさんも最近勢いあるよ。ありますかね。だってつい1週間ぐらい前だ1800台とかちゃうかった。そうですね、はい。じゃあ2000に行くかもわからんや。行ってほしいです、ほんと、もう行ってほしいです、お願いします。行ったらどうするん。え、喜びますけど。え、なんかやらないの、2000人記念みたいな。いや、やんないです。これはもうちょっとはっきり言いますけど、2000人は何もしないです。あー、それは3000人まで私は何もしないつもりです、うん、あー、それはなんていうのかな、この視聴者をないがしろにして。いや、違いますよ。特にその感謝の意とかなく、え、違います。そういう意味ではないの。いや、本当にありがたいんで、うん、恩返しとかいろいろしたいんですけど、うん、いや、3000人までちょっと頑張ろうかなとっていう建前にしとけば。いやいや、もうほんと、ああ言えばこういうな。え、違うの。1000人の時も何もやってないんですよ。え、1000人とか結構記念すべき年じゃん。あ、でも雑談動画出したぐらいですね。リスナーさんとなんかやったりとかはやってないので、3000人になったらなんか一緒にできたらなと。3000人の時はなんか考えてないの。なんか話せたらいいなっていうのはありますけど、話したことないのでほとんど。ああ、まあそうやね。はい、話してみたいなっていう人もちらほらいるので、そういうのができればなと。ですけど、まあでもペコさんもいろんなソフト実況したもんね。しましたね、本当に。なんかありますか、印象に残ったソフトとか。まあ、この年明けにするあれしちゃうけど、うん、印象に残ったソフトですか。なんか、まあ、実況しててね。いやでも、うん、まあ、自分のチャンネルではほとんど上げてないですけど、マイクラ関連はやっぱ思い出ありますよ。ああ、3人でやった。3人でやったのもそうですし、うん、アップバンクさんの方の、あー、手に入れましたもんね。ありますし、ゼニオ、ゼニ、まあまあいやらしい話、うん、まあいやらしい話ね、はい、まあ、まあまあまあ、ペコさんにしたらはした金ぐらいですけど。何言ってるんすか。いやでもすごいじゃないですか、アップバンクでマイクラコンテスト優勝ですよ。はい、最優秀賞です。優勝でええやん。優勝じゃない、最優秀賞。そこはちょっと忘れないです。いいじゃないですか。はい、ね、でも偉いですよね、そのマイクラで優勝して、はい、その資金をもとに自分でその防音室を作って、こう実況設備を整えて、よりこういい動画を作ろうとするその姿勢、はい、頑張った。それはいいですよね。いやもう本当、実況を続けるために私引っ越しましたから。あ、それは素晴らしいよね。いやもうありがとうございます。うん、だから普通なら使うじゃん自分に。そうですね。うん、それをね、実況防音室を作る自作だからね。すごいよね。そう、設計図引くとこから始まりましたから。そう、だってペコさんのその実況部屋みたいなツイッターの写真見てたら、あれもうだって50万人とかのレベルだもんね。あのパッと見、あの設備を、うん、のにーですよ、本当に。のにーよ、うん、やっぱ世の中ギャップって言うからね。はあ、うん、いやまずは見た目からですから。そう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 、設備を整えてからいろいろやっていかないとと思って。まあせやね、整えられるところから行こうかなと。まあもう環境は整ったから、あとは登録者が追いつくだけと。そうですね、あと私の喋りが追いつけば、あ、いいかなって。喋りがペコさんの中で課題ですか、今後の。課題ですね、かなり。もう動画始めた時からの課題ですね。でもペコさん喋ってる中で全然一切下ネタ言わんよね。言わないですね。なんでな。え、なんでなんて言われましたね。なんでなん。え、なんかさ、はい、そのなんて言うんだろう、こういうのこうクレ歴史みたいなさ、はい、こういうのは平気でこう言っちゃうくせに、もうなんか下ネタ言わないところはそのなんなのかなーっていう。まずはまずは止めてから話しましょう。まずは止めてから。なんでやろうなー思って。え、もうだからさ、2016年来たからさ、はいはい、言っちゃいなよ。新しい自分デビューしちゃいなよ。
殻破っちゃいますかじゃあ。うん、だからこれを機にね、まあそのセックスがしたいとか俺のペニス半端ないとかねそういうのをね言っていくべきやと思うんですよ。え、なんで、え、下ネタ言うの嫌いなんですか。いや別に嫌いでももうないですけど、プライベートからあんまそういうの言わないんで。なんでそんな言わんの。え、なんで言わなきゃなんないんですか。え、言いたくならんの。女の子がいるでしょ、女の子がいたら下ネタとか言って嫌われたいみたいなないの。いや、ないっす、ないっす、ないっす。え、言えやなんでですか。言えや、なんでですか。ほら、え、でもだってペコさんだってオナニーはするしさ、セックスもするでしょ、どうせ。まあまあまあ人並みにやろ。はい、はい、じゃあちょっとリピートアフターミー。私はオナニーもするし、セックスも人並みにします。せへへせ。私はオナニーもするし、セックスも人並みにします。あー、オッケー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 。じゃあもうセックスがしたい。ちょ、やりたい、やらしてって。セックスがしたい。え、ほんまにしたいの。したくないやん、そんな言い方。ちょっと、まあ、な、俺なんで、え、だってだってこれなんなん。明けましておめでとう動画ですよね。うん、明けましておめでとう、明けおめよ。なんで俺こんなこと言ってるんですか、新年早々。え、だってさ、はい、なんかそのなんかおるよな、そういうやつ。何がすか。いるんだよね、その俺がこう下ネタ散々言いまくって、もう女性陣が耐えられんくなった逃げ場が、逃げ場っていうか拠り所がペコみたいなやつ、はい、うん、いや、いるんだよね。いや、その逃げ場があるのがやっぱ困るんですよ、こちら側としては。いや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 、いや、そこら辺はだって隙間産業じゃないですか。いや、もうどこにも逃げ場がないっていう状況で下ネタを言うのがやっぱり私の中で思考であってね。あ、じゃあなんか、うん、邪魔な存在な感じですか今私が。まあ邪魔か邪魔じゃないかって言われると、はい、まあ消えてほしい。邪魔か邪魔じゃないかって聞いたのに存在をなくせと。なんかもう下ネタ言わんからさ、はい、え、だってセックスとかするでしょ。まあまあしますけど、うん、え、じゃあいつよ最後にやったセックスは。いつよ。え、じゃあ2015年セックスしたのかしてないのか。2015年ですか、うん、2015年。去年は、まあしたの。しましょ。誰と何さ、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 これ。いや、ダメ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 、もうダメですよ。何がしたの。何がじゃないですよ。え、ほら、やっぱやりちんやん。いや、よくないよくない。やりちんやろ。やりちんじゃないですよ。なんで。もう、あー、やめましょう。いやー、本当にめでたいですね。やってましたけども、皆さんいかがお過ごしですか。おい、やりちん、年賀状は届きましたか皆さんのところ。やりちん、なんなん、もうじゃあ返事とか話聞かんかったら、もうこれ俺エンドリスリピートこれするから。もうエンドリスリピートするから。ダメ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 。おー、なんかその、いや、まあ大人になれば、てかなんかあれだな、ペコさんやっぱセックスするのか。いやー、これ低評価つくわ。あ、ペコさんのこと信じてたのにみたいななるわこれ。あー、マジっすか。俺だってセックスとかしたことないもん。いや、それは嘘でしょ。いや、もう本当に。いや知らないもん俺。え、やっぱそこはなんていうのかな、下ネタだけ、うん、実況者としてなんかもう自分だけずるいっすわ。セックスとか何言ってるか分かんないみたいな、うん、いや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 、ないないない、ずるいずるい。え、大体ね、そのなんかセックスしてもなんかやりちんの自分に言いたいんやけど、
本来その性行為っていうのはね、その子孫を残すための行為ですから、それをね、なんかその自分の快楽みたいな感じでやってるところがなんかこう気に食わんなみたいな、でそれをなんかひた隠して下ネタ言いませんよアピール、うん、ほんまにもうなんないやほんと、いやいやなんかもう、2016年もちょっと思いやられるな、怖いなとか言いながらちょっと嬉しそうやんけ。そんなこと本当にどう、いやもうどうしようっていう感じですよ本当に減るわ、いろいろ減ってくわ。何が減るん、怖いわこれで。だってあれですよ、私の方の動画でもどうせ言われるんですよ、うん、いや、やりちんがーとか言われるんですよ。いやでも関係なく、そんな怖いわ。いいな、何がですか。俺もセックスしたいな。いや、したことあるん、あるでしょ。だっていやちょっと、もう何言ってるかわかんないもん本当に、うん、いやもうなんかもう自分そのさっきからそのセックスのセックスみたいな話してますけど、俺はちょっと明けおめのねめでたいこと喋りたいんですよ。いや俺だってそれ喋りたいんですよ、うん、もうせっかくもうそんなやめましょうよ、年明け早々からそういうなんかもう待って卑猥な話も。いやいやいや、はい、分かった、はい、分かりました、分かりましたもういいから、聞くから、終わったら。ちょっと待って、もういろいろ、ちょっとお色の話、何わかりますか、あなた影響力があるんですよいやないですから、そんなね、私2万人ぐらいしかないのでね、影響力2万人ぐらいしかないので、別にこういったねなんか動画を流そうが流したわいや大してそんな、何ダメですよ。いやほんと、明けましておめでとうございます。さあ明けましておめでとうございますちょっとさ聞きたいけど、はい、あこのさ、ウォーのやつはさ、なんでこれは撮ろうかな思ったん。いや一応ロケットリーグっていうゲームのオープニングで使ったんですけど、なんかサッカーといえばというのをいろいろ考えてて、うん、じゃあ応援しようと思って、うん、もうそんだけです。まあそういう話もいいんですわ、もう過去の話はいいです、もう年明けだからめでたい話をねはい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 、うん、なんかこうほんわかしたさ話をしましょうよ。いや俺は最初からそのつもりですよ、うん、いやそのまあペコさん的に、はあ、まあ今年はまあいろんなことをやって1万人いく勢いぐらいでやりたいなみたいな思います、言ってましたけど、はい、うん、そのじゃあペコさんの中の人的にはどんな1年にしたいですか、今年は。どんな1年、うん、仲間人的にはですか、うん、俺これ結構毎年言ってるんですけど、うん、笑ってたいって俺言ってるんですよ毎年、うん、何があっても、うん、笑っていたいって。だからみんなからもう、うん、ペコはいつも笑ってるねとか、うん、楽しんでるねっていう風に思われたいですね。なるほどね、はい、やっぱりその性行為してる時とかも笑ってるんですか。だから、いやいやいや、オナニーしてる時もアホーみたいな行く、あ行く、あ行く、あみたいな。ちょっと待って待って、これは一回話し合った方がいいですよ。これはどっちが最初にこの話をし始めたかっていうのは、うん、やっぱりこれはね話し合った方がいいと思いますよ。なんか俺が言ってるみたいな感じになってますけど。違うの。いや違いますでしょ。あもう私から言いました。私から言いました。いや別に俺何も言ってないけどね。ペコさんから言ったんならしょうがない。いや俺から言ったんかなってちょっと思ったけど、はい、まあペコさんが自分でね、うん、私から言いましたって言うならば、なんかペコさん疲れてはりますけど大丈夫？もう言うしかないですもんだなんかめっちゃペコさん疲れてるやん。めでたい年やで、めでたい年。楽しい。どんな時も笑っていかないと。いや本当ですよ。うん、ね、はい、うん、ちょっと話は変わりますけども、とりあえずその10万人とか言ったら銀の盾みたいなもらえるじゃないですか。いや欲しいですね。欲しいですね。欲しいですね。いや行きたいね。いやー、行ってほしいです。
な。なんか抜けてほしいよな、誰か早く。はあ、パーンってな。いやでもこのペースでいけばケツゲさんもあっという間に10万人行きますよ。いや、わからんで。いや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 、行きますって。いや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 、わからんで、こればっかりは。いやいやいや、そこは自信持ってくださいよ。行きますって。いや、だってね、はあ、今でこそまあ結構差が開いたけど、はあ、俺絶対いけるわって思ってた時期に、はあ、シャックさんにバーン抜かれたからね。あ、うん、2000人ぐらいさ離れさせて、はあ、でシャックさんが登録者7000ぐらいで俺が5000人ぐらい、はあ、うん、でシャックさんに師匠って言われるんやで。たまらんよこれ。まあその気持ちは私はちょっとわからないですけど、うん、いやだから10万人とかいうね、その3万人とかやったら、はあ、多分俺の方が早く行くけど、はあ、10万人とかそのだいぶ先の話やったらもしかしたらペコさんとかにワンチャンあるから。いやいや、ないです。いや何言ってるんですか。だから俺はね、もう下手にね言わんようにしてるよ、もう。いや、なもう、うん、師匠、あ、うっとうしい。何言ってるんですか。ほんまね、いや本当にね、どれが当たるか分かんないから。あ、そうですけど、うん、おー、俺だってもうシャックさんにね抜かれる、はあ、シャックさんが4800ぐらいで俺が5000ちょっとぐらいの時はね、はい、もう毎日いいキリキリしてたからね。早く抜いてくれと。、うん、いつまでそこに滞在するんやみたいな。いや抜くなら抜いてくれと。だってね、抜く前、抜く寸前ぐらいはね、はい、多分シャックさんがねちょっと気使ったんかな。なんか若干ね動画の投稿ペース落ちたんよ。なんか1週間休みますとか仕事が忙しいんでとか言ってね。若干投稿ペース落ちたよ。なんか抜いたらあかんのかなみたいな思ったんやろな。うん、もうね、だからね、俺はよ抜けやみたいな。なんで投稿休むねみたいなね、ずっと思っとったわけ、あの時。もうはよ抜いてほしかったもん、あの時は。で俺を抜いてから投稿ペースが戻ったから、やっぱそういうことやったんやろな。変に気遣いやからさ、あの人。バレバレじゃないですか。バレバレやで。うん、こっちとしてはもう取ったの抜いてね、イエー師匠抜いたみたいな言ってぐらい言うてほしかったんやけどね。はい、うん、まあそういうこともなく、本当にね、あの時は俺は辛かったですよ。いやー、だってシャックさんも、はい、今 GTA の動画ばっかり上げてるけど、はい、そのやっぱ GTA 全盛期の時はすごかったもんね、勢い。そうですね、うん、だからね、そのGTA6 がね、はい、出たらもう怖いんよ、めちゃくちゃ。あー、怖いですね。そやろ、うん、だからもう、もしだってあの頃は1000人とかいかない状態で GTA 出してて7000人まで行ったから、はい、7000人の状態で GTA6 の動画なんか出し始めたら、もうそれは一気に伸びしろが違いますから。 GTA はもうほんとモンスターソフトですからね、うん、あれは。そう、だからね、もう10万人とかそういう先の話は下手にね、俺がどうせ1番とかね言わんようにしてるんよ。いやでも行きますって、うん、いやまあ行くかもしれんけど、誰が行くかは正直わからんで。ああ、まあそうそうですね、うん、何の動画が当たるかもわかんない。いやほんまそれよ、よう言わんようにしてるから俺はもう。おお、やん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 言われるから。二度と同じ経験はしたくないです。そうそうそう、だって俺抜かれた時俺散々言われたからね。今日お弟子さんに抜かれましたねみたいな、わらわらみたいな。やかましいわ、ほんで。おい、よう言わん、俺もよう言わん。分からんからね。え、だってシャックさんもさ、一時やめたんや、半年ぐらい。そうですね、はい。それがなかったら分からんもんね。ああ、あのまま続けてたら、そう、あの勢いのままいっとったらと思うと、もうほんま、もう俺が師匠と呼びたいぐらいは。でもなんかやっぱりこの知り合いの実況者さんが辞めていくのは悲しいよね。いやー悲しいですね、本当に寂しくなります。なあ、マジ寂しいよな。いやー、だからシャックさんが辞める言うた時はやばかったもんな。はい、あ、なんとか続けてほしいよね。そうですね。でも言うて俺とペコさんはまだ1年ちょっとぐらいだよね、多分。そうですね、1年ちょっとですね。その前までは普通にリスナーだったんで、ね、ちょこちょこコメントしとったもんね。はい、まさか一緒にゲームさせてもらうなんてもう全然思ってなかったんで。
ねえ、俺も全然思ってなかったんやけどね。すいません、なんかありがとうございます。いや、わからんもんやね、でもそういうのは。わからないですね、ほんまに。うん、だってスカイプ雑談みたいなんで始めましたもんね、はい、そうですね。うん、一方的に存在を知ってたっていうだけですから、うん、私が。で、俺もペコさんが実況してるっていうのを聞いて、はい、で、そのラスアスのプラベなんかみたいなんで、はい、まあまあまあ、その言い方悪いけど、最初はその数合わせみたいな感じでね。いや、まあもう、いや、もうそう、うん、そうだと思ってましたけど、うん、やったけど、そっからこうなんかやるようになったね。そうですね、わからんもんやな。はいですね、ありがとうございます。本当にその説はもうお世話になりました。やばかったよね、その今ではさ、はい、そのペコさんはもうだいぶ俺と一緒にやってるの長いから、このなんてやろ、動画映えするような動きみたいなのわかるけど、はい、最初はやばかったよね。正直言って、俺覚えてますもん、だって覚えてる、ラスアスで4人でパーティーでそうノーラに行って、うん、3人まとまってるのに、うん、私一人だけ別の方から回っていくっていう、そう、ほんまに。やっぱりそのパーティーを組んで普通に遊ぶのと実況を撮るっていうのはやっぱ動きが全然違うじゃないですか。そうですね、はい、あの時は俺とシャックさんとバニーっていう実況者さんと、はい、ペコさんの4人でやっとって、はい、で他2人は実況者でそういうのも慣れてるから、はい、俺が撮ってる時はなるべく俺の周りで戦ってその画面映えするようにするとか、もしくは俺のカメラに映ってない時はカメラに映ってない時でとこで起こった動作のことは喋らないようにするとかね、はい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 、辻褄合わないから。そうですね、そういうのを分かってる人たちやったんやけど、はい、自分はもうそういうの何も分からんから普通にただなんか一人でうろちょろして、で俺らが3人で喋って、この何話題みたいなの積み重ねてる時に、あ、やられたみたいなのでこうちゃちゃ入れてくるこの話の筋を追ってくるみたいなほんま実況つぶしやったからね最初。いや本当に、なんかなんか若かったですねあの時は。いやほんまよ、右も左も分かんない状態でしたもん。そうそうそう、だから最初マイクラする時ね、はい、ちょっとどうしようかなって思ったのよ正直。はい、うん、でまあ、シャックさんは分かってるから全然よかったけど、はい、ちょっと2人やったら味気ないからもう1人欲しかって、はい、どうしようかなと思ったんよ。はい、うん、まあでもいいかなみたいな感じで行ってで最初撮ったやん、はい、4時間5時間ぐらい。そうですね、はい、そうそうそう、でもね最初の4時間ぐらい撮ったあれね、ダメやったのよ俺の、なんか俺の中で、はい、ダメやったからハイライトにしてこれから始めるよみたいな、はいはいはい、にしてあのデータ、まあ、壊れちゃったんだけどもう一回新しくし直したやんか、はい、でもあの時にラスアスとかしてるときはペコさんはさ、いじられキャラじゃなかったん特に。そうですね、はい、普通のペコさんやったやん、はい、あの時にちょっとペコさんのその何リアクションみたいなのを見つけたわけよ動画の編集してるときにそう、ペコさんはさコラボっていうかこうみんなでやってるときは、はい、リアクションの大きさとあといじられ、はい、これやんそう、これがねやっぱペコさんのねこの複数でやる時の武器だと思うねんな。そうですか。いやシャックさんはそのポンって一言入れて会場を沸かせるみたいな。ああ、そうですね。爆発力がある。そうそうそう。あのマイクラで言うたら膝のサスペンションみたいなね。あんなんだって言えませんから。俺もペコさんも出てこないっすよ。まず俺なんか自分の口からサスペンションって今初めて言ったような気がするもん。出てこないからねこれ。本当に出てこない、うん、これ本当に出てこないから、はい、これはねやっぱシャックさんの持ち味やと思うねんな。そうね、うん、あとなんかさマイクラでさ地下でダイヤモンドを掘るときにマグマみたいなところがあって、はい、そこをジャンプして飛び越えないかんみたいなところでなんかこう後ろに下がって下がった勢いでなんか落ちたりとかあったじゃんか、はい、ジャンプとかも結局一回もできずに落ちたりとか、はい、そのやっぱ言葉とかあの動作とか、はい、単発的なこの一発のデカさはいやかなりありますね。いやあるよね、うん、やっぱシャックさんそこがねすごいあると思うわ。うまいです本当に。うまい、うまいね。
なんかそこら辺のね個性がそのやっぱマイクラの初期段階でこう発見できたからこそ、はい、あんな感じで、だあのマイクラはもうゲーム全くしなくても YouTube 全く見ないやつでも笑えるぐらいの、いやそうだと思いますね。んとあれは面白かったから、楽しかったです。もう普通に楽しんでやってましたから、うんうんうん、私も本当にいやいろいろありましたけどね、大変だったけどね、あうん、くり抜きましたね。いやくり抜いたよ、くり抜きましたよ本当にね。えうん、でね、はい、そのまあ今聞いてる視聴者さんにはお知らせなんですけどね、はい、まあ、2016年、はい、なんとあの3人でやったマインクラフトが、はい、大型アップデートが入ったということで、はい、再開しまーす。いやこれは新年一発目から素晴らしいサプライズなんじゃないでしょうか。いやおめでたいですね。おめでたいですね。おめでたいですよ。実にまあ1年ぶりとまではいかんけど、まあ大体そんぐらいぶりですよね。はい、復活ですよ。いいんですかね。えいやもうあの頃から比べたら、はい、まあ俺もその編集する技術とかも若干上がってるし、はい、まあ、もちろんペコさんもこんなもう喋りがこう腕がおー面白いことパン言いますから。いや期待しないでください。もうだってもうね、そのシャックさんがその言葉の一言みたいな言ってたのはその当時の話だからね、はい、そっから比べたらもうシャックあのペコさんも全然もう一言でポーン言うてあドカーンケラケラケラマジかー、腕が違いますからねえ。いやーほんとそう求められますかやっぱりそこ痛いとこついてきますね本当に。ありますよ。まあただねそのマインクラフト再開するんですけども、はい、そのやっぱシャックさんがすごい今多忙じゃないですか、仕事が変わって、はい、でだからシャックさんはその全部出れるわけではないけど、はい、うん、まあそのシャックさんは出れる時に出るみたいな形で、まあ一応3人でやると、はい、けどまあ俺とペコさんだけの 2人の回もありますから、俺やっていけるか心配です、うん、そこ、もしかしたら2人で3時間4時間撮って、はい、ほんと5分ぐらいにまとめられてるかも分からない、うん、いやありえますよ、うん、俺からの YouTube を通して無言のプレッシャーがあれ6分やこの回やばいな俺何かしたんかなみたいな無言のプレスがかかりますから。そうですね、リスナーさんには分からない無言のアドレス、うん、そう怖いな。いやかかるかもしれませんからね、まあお互い2016年、まあいろいろあるかもしれませんけど、はい、まあとりあえず実況はやめずにね、今年もこうなんとか続けて、また今年の年末もねお疲れ様みたいなの言いたいですよね。言いたいですね、うん、3人でまたそう、今度はシャックさんもねあのちゃんとツイッターの返信を返して私にうん、お釈さんも落ち着くといいんですけどね。はい、うん、まあ来年もこういった動画が出せるといいですね。いいですね。ね、その時もまたぜひ呼んでいただければ、うん、せやね。まあもしかしたらいよいよ存在を忘れてるかもわからんけどいや頑張って、うん、俺も5桁目指すんで、うん、はい、せやね、うん、名前だけでも覚えて帰ってください。せやな。まあ俺もねちょっとまあ頑張って5桁目指、あ5桁言ってるかないや俺さとらしい、うん、いややっぱりちょっとペコさんと同じ目標をね、うん、持ちたいなと思って5桁行き、いや言ってますよ、もう言ってますよ、あ言ってるな俺あれペコさんが目標としてるの俺、あもう言ってるな言ってるな、頑張りますから、頑張りますから、ショックやっぱ、忘れないでください、うん、まあ忘れないように頑張りますじゃあいやそこか忘れないように頑張ります、うん、そうですね、うん、いやもうだってもうなんかさ、もう正直言ってさ、はい、もうケツゲジュニアみたいなところあるじゃないですか、そのなんて言うんでしょう、なんかサムネイルなりサムネイルなり、うん、いやあれはタイトルの付け方の、うん、何いやあれは、うん、あれはパクッてとかそういうんじゃないですから。なんすか、いや、なんて言ったらいいんですかね、あのインスパイアされたっやっぱりパクリとかなんかそういう言い回しはちょっと
良くないなと思うんですよ。なんか影響を受けてるとか、うん、インスパイアされたっていう、うんうん、そういう感じです、うん、プラスに考えましょう、うん、もう私そのペコさんと普通に雑談してた時に、はあまあ、サムネイルは見やすい方がいいと、うんはいまあ、言いましたよね、はいうん、でまあ文字数とかも、まあ、結構少ない方がいいと。そうですね、うん、ドドンってあった方が。そうそうそう。で縦文字にするのであれば、はい、最大で4文字だと、うん、これが限界だと思うよペコさんと、はい、言いましたよね。言いましたね。あ、すっかりこれもうペコさんのサムネイルと、縦文字にしてるときは4文字ですよね。いやなんか、うん、なんか、うん、無意識にこうなっちゃいましたね。なんかどっかであったんでしょうね。まあまあそれはいいわ、うん、はい、それは。あんで何ですか、まあちょっとサムネイルに変化をつけるときとかは、はい、その上下を、まあ、黒帯入れるとまあいいかなみたいな。はい、ペコさん、キツギさん最近上下に黒い帯とか入れたりするの、あれいいっすねいいっすね。はい、言いましたね。言いましたよね。確かに言いました。そしたらペコさんもなんかちょっと、まあ、そのまあインスパイア、うん、パクリとは言いませんけど、インスパイアされたのかな、はいはい、まあなんかそれやり始めましたよね。はい、やり始めたから、あ、ちょっとこれはいかんなと。はい、で私その上下の黒帯をちょっと変化つけて、はい、斜めにしたり横につけたり、はい、やりましたよね。やってますね。あ、そしたらペコさん、ケツケさん最近黒い帯を横につけたり斜めにしたりするの、あれいいっすね言うてますね。どんどん来ますよね本当びっくりした。うん、いや、いいところはやっぱり先輩のいいところを盗んで、うん、どん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 自分のものにして、そこにアレンジを加えて出していければなと。まあ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 、まあ、そうですね、はい、吸収中です今。うん、別にその悪いとか言ってないんですよ。はい、うん、ただそのなんか似てるなーなんて思ってね、うん、いや全然いいんですよ。いや、なんか間違えて再生してくんねえかなっていうおお、まあ、黒歴史言うぞペコの黒歴史いやダメっすよ。ダメ、ほんとダメっす。言うぞ。ダメっす、ダメっす、ダメっす。おお、ダメです。ほんとダメです本当にダメです。へえ怖いよ。自分の動画をあわよくばクリックしてもらえるようにあ、もうこれ何言ってもダメなパターンダメだ、これダメだ。いや、まあでもそういう頑張りもいいじゃないですか。はい、そのね、別に検索タグにね、そのまあなんか他の実況者の名前入れて、あわよくばね、その再生回数クリックしてもらうんかなみたいな、その頑張る態度は別に私いいと思うんですよ。はい、別に決議中継票入れたってね、全然いいと思うんですよ。はい、うん、ただそのなんやろな、まあ私その防音室みたいなのも借りたし、はい、そしたらなんかその1ヶ月後ぐらいに、はい、決議さん防音室作りましたよ、え？まあ私ブログやってますけど、はい、ペコさん最近俺にね、キツギさんブログやってますよね、俺ちょっとブログやろうかな思ってるんですよなみたいな。いや別にいいんですよ、いやいいんですけどなんかだから今度はあれかな、ペコ中級編にするのかなそこまですか、解明するのかなこれいや、まずは、うん、まず、いや、いろんなことに挑戦するとこから始めないと。いや、まあまあそうですね、はい、うん、そこのフィールドが自分に合ってるかどうかはやってみないとわからないんで、うん、やっぱり、うん、まあまあまあ、やってみてダメかもしれないですし、やってみてちょうど自分に合ったらそこを貫いてくって、うん、そうそうそう、はい、いいとこはやっぱ盗んでいかないとね。そうですね、はい、ね、その、まあ、サムネイルに毎回自分の顔を入れるのは、はい、昔ケツゲ中継兵さんっていう人が自分の動画のサムネイルにケツゲ中継兵っていうマークを全部入れてたからとか、別にいいんですよ別にいいんですよ私は、うん、そうですね、もうサムネイルだけ見て誰の動画か分かるようにした方がそう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 、いいのかなって、それだけの話ですから。はい、でもあれですよね、いや私確かにね、ペコさんにね教えましたよ、そういうサムネイルのやり方とか。
はい、うん、私ねでもシャックさんに教えてないんですよ、まあ、話す機会がなかったから、はい、なかったんですけどシャックさんの動画を見てるとねなんか最近急激にねまあ今12月20日ですけど、はい、ここ 1,2 週間急激にサムネイルのクオリティがねなんか上がってきてるんですよ。上がってますね。上がってるでしょ。なんか私も、うんうん、私もそれには気づいてます、うんうん、でしょ。はい、なんそのキャラクターっていうかそのゲーム内のキャラクターの切り抜きとかいうさ、はい、割と高度な技術も最近やってるじゃないですか。やってますね。あこれね影響見てますよね。うん、あのシャックさんも上下で切ってますからね。切ってるよね。はい、あ、切ってるのありますからね。うん、でこのなんか一個一個さ、はあ、ゲームの何タイトルソフトの作品名を一個一個サムネに入れてるのも、はあ、これ多分これ参考にしてはるよね。参考にしてるよねこれ。多分してると思いますよ。最近俺らさシャックさんと話せてないじゃん。そうですね、話してないからあれやねんけど、はい、多分彼うすうす気づいたんやろね。あの二人ちょっとサムネイル頑張り始めてると。これ俺やばいな。師匠のこれいてもうたろうかなみたいな。絶対これ言ってるでしょ。おかしいもん急激に。かなり変わってますねシャックさんも。なあ、はあ、絶対これパ、まあ、パクってる。まあこんなんみんなやってますからね。俺が最初じゃないですから、はい、うん、別にあれなんですけど、まあ、ただちょっとしがみつこうとしてるよね。すごいよねこれは。いいよ。いやでもいいですよね、こうやってこの頑張る人がいるのはね。いや本当ですよ、こういうのがあってみんなでこう切磋琢磨して上に上がっていくっていうのをしたいですね。そう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 、まあその別にもうねそのチャンネル登録者数がその2万も違うとかそういうのはもういいじゃないですか。いやもうそういうのはもういいんですよ。そうそうそう、いいんですよ、はい、気持ちがね一回置いといてですから、ね、そうそうそう、一回その俺とペコさんに2万人も差があるっていうのは置いといて、はい、2万人ね。うん、はい、置いときましょう、置いときましょう、その、はい、ペコさんの目標は5桁だけどすでに俺が言ってることなんで、はい、そういうの置いときましょう。そうそうです、一回置いといて、うん、一回そういうのはその2万人やけどね、うん、2万人っていうのはもういいじゃないですかその2万人みたいなのは。はい、2万人は一回置いといて、はい、置いといてです、その気持ちでね、はい、うん、そうです、そう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 、そういうのをねやっていきましょうよ。あ、盛り上げてきましょうよもっと。そうですね、はい、まあ我々はね、まあその別にガチ勢とかでもないし、はい、だからって言ってそのなんかエンジョイ勢みたいな感じでもないじゃないですか。そうです、ね、なんかただ普通にゲームを楽しんでるぜみたいな、はい、ところあるじゃないですか。だからこれからもね、そのなんか別に誰かを晒し上げたりとか、はい、暴言を吐いたりとかうまくね、はい、まあ平和に動画を上げ続けていきたいですね。そうですね。うん、なんかいい感じにしまったんじゃん今。それ自分で言っちゃいます。俺なんかいい感じじゃん。じゃあまあとりあえず、今回はこんな感じで、はい、今年1年もよろしくお願いしますということで、よろしくお願いします。まあとりあえず皆さん明けましておめでとうございます。はい、ということでありがとうございました。じゃない、そしてよろしくお願いします。お願いします。パチ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 、はい、ということで終わりましょう。はい、大丈夫でした。お、俺も全部あげる。マジですか。うん、え、全部っすか。え、ちょっとあの下ネタの下りも全部っすか。なに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 、え、そのペコさんが、はい、そのセックスしたみたいなところは、はい、バキュン入れるから。